こんにちは、アジンです。今回はこちら UFO キャッチャーでゲットしたブルームさんとピーナッツクラブさんのコラボのプニプニいなり寿司を紹介していきたいと思います。やばいです、これは相当リアル。今まで紹介してきたスクイーズのベストなんちゃらに入るぐらい、もうランクインする勢いのリアルさです。かなり、もうこれスーパーに置いてあったら絶対間違えて買う、みんな買います。そのぐらいリアル。これは欲しいっていうよりはどうしても実物を見てみたかったスクイーズです。卵焼きとか今までいろいろリアルだなと思ったものあったんですけど、いやいや、これはやばいです。本当にちょっとこれは実物を見る機会があったら、皆さん見てみていただきたい。これはやばいよ。なんかいい意味でスクイーズじゃない感じ、リアルすぎちゃってスクイーズに見えない。テカリとかこの質感も本当のいなり寿司みたい。やばいです。はい、ちょっと開封していきたいと思います。やばいよ、これはやばいです。対象年齢はね6歳以上です。誤飲などの事故の危険がありますので、6歳未満の方には与えないでくださいと書かれております。よし、慎重に開封しよう。もったいない、これはやばい。過保レベルですね、過保級。いやー、スクイーズどんどん進化してます。これは手作りしたいな。うわー、めっちゃリアル。箱の中にね、さらにね、パッククリアパックがね、入ってます。どっから開けるんだろう、どうやって開けるか。あ、そうか。おう、わー、本物みたい。すごいね、これ。わーやばい、リアルすぎるでしょ。めっちゃリアルです。めっちゃリアル、やばいやばい、これはやばいです。ではちょっと本当に見てみてほしい実物を。やばいです。あ、触り心地は、あの以前に紹介した卵焼きスクイーズとかああいう感じにもうそっくり。あとね、これなんだっけ、この感じ思い出せ。これなんだっけ、このあ、ちょっと思い出せないんですけど、うん、これはやばいです。いやー、このリアルな質感が本当にやばい。ちょっとここからご飯でも見えてたら最高だったんで、欲を言うとね、ちょっとご飯も欲しかったかな。わー、これはリアルだ。やばい、やばいです。テンション上がります。多分これ2色かな、これと、もう1個あるんですよ。わ、なんか飛び出してきたバランが。よし、あ、ブルームって書いてある。すごい、気づかなかった。ここに、こっちもかな、裏にブルームって書いてあります。あー嬉しい、公式感が嬉しい。ブルームって書いてあります。このこんがり焼き色が本当鮮やかなきつね色と、ちょっと薄い感じのきつね色、2個入ってました。2個入ってないね、2つゲットいたしました。いやー、これは匂いはゴムっぽい。いやー、これはやばい。枕にして寝たい感じ。枕にしたい。いなり寿司の枕。あー、これはやばい。音がね、ちょっと音が。お、
いやー、これはありがとうございました。ありがとうございました。本当に、はい、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。